アウデナールでは、ベルギーのオーストフランデレン州にある、基礎自治体である。アウデナールデ首都ベフェーレエデラールエーネ、エナーメエルネレペヘムマーテルメルデンミュレム、ネーデレナーメウェルデンフォルケヘムの各庁及び大池、町の一部からなる。15世紀から18世紀に、タペストリー生産で、世界的に知られ、古い牧草地を意味する、町の名は、茶色のリネイトの一種を指す英語。 アウトナルの語源ともなった。フランデレン・アルデンヌの真珠の異名を取る。今のアウデナルデ氏の歴史は、東フランク王にして、ローマ皇帝の夫を二世がスヘルで川下藩のエナーメに取り出を築いたことに橋を発する。フランク王国の侵略に備えた同様の防御施設は、バランシエンヌとアントワープにも置かれた。エナーメは、たちまち発展し、1 0 0年までに二県の教会堂を、 備えた、ロッタリンギア最大の町になった。一方で1033年、時のフランドルハクボードアン4世が皇帝ハインリヒ3世に対する前線として、市街を占領。1047年には、このボードアン5世が、ベネディクト会の修道院を混流し、支配を強化した。かつての大商人やギルドの職人連は、スヘルで川対岸に逃れ、 ここに新しいアウデナールディ氏が生まれた。デフェンターの地図に描かれた市街スヘルデ川の水運と、被覆、タペストリー産業の勃興に支えられ、経済は11世紀に前世を極めた。教会や修道院、病院が建てられた。中世を通じアウデナールデの町は大の伯爵美域で、ゲントなど南方で起こる反乱を食い止める役目を果たしたため、騎士たちの住まいとしても知られた。 1526年から1537年に建てられた町役場は今も目にすることができる。1522年にはカール5世が2ヶ月間滞在し、ネーデルラント総督となるマルゲリータ・ダウストリアを設けた。フェラリスの地図に描かれた市外宗教改革でアウデナールで市民はプロテスタントにつき、ヘントと同盟してカール5世に反旗を翻した。 マルゲリータのこのパルマ公、アレッサンドロ・ファルネーゼによる長期包囲の後、市外は1582年に帝国の手に落ち、商人や労働者、騎士までもが亡命した。対抗宗教改革で一旦はタペストリー取引の回復も見られたが、栄光の日々は戻ってこなかった。これ以後100年間で3度もフランスから攻撃、占領を受けた。1708年には、 郊外でスペイン継承戦争のアウデナールでの戦いが交わされた。ハプスブルク帝国体制下でアウデナールでは活力を失っていった。フランス革命の影響はこの地方にも宗教的権威の凋落という形で現出した。市外には第一次世界大戦の戦果を今に伝えるモニュメントがいくつか置かれている。パメレの聖母教会毎年6月にビール祭り。 夏に屋外音楽祭2月には農業フェアが開かれる。春のロンドファンフラーンデレンでは毎年市内のコッペンウェルフの丘統ファンがコースに設定される。またマーケット広場では10年に一度フランドル地方最大級の柿見本市が開かれる。サッカーの KSV アウデナールでの本拠地である。ありがとうございます。